音楽家。トファネリは1976年にトランペットの演奏を始めた。1987年にルッカのルイジ・ボッチェリーに音楽研究所を卒業すると著名なサックス奏者であり、チャーリー・パーカーの友人でもあるディーン・ベネデッティに支持した。プロのトランペット奏者でも高音域はパワーが弱まるものだが、トファネリは高音域が力強いだけでなく、コントロール。 緩急音色の美しさを保ったまま彼の最高音である、ダブルハイシーまでを出すことができる。1995年以降、ライ、メディアセット、ラナナ、テレモンテカルロ等に出演している。これらの中には、アドリアーノ・チェレンターノの、ロック・ポリティク、パバロッティ・フレンズ等が含まれている。トファネリは、ヨーロッパとアメリカ合衆国でツアーを行っている。例えば、 メーナード・ファーガソンのビッグ、バップヌーボーバンドと講演する場合は、イタリア、イングランド、アメリカを回る。トファネリの演奏指導はその多くが、イタリア国内行われているが、アメリカ合衆国では、カリフォルニア州立大学のオスリッジ校、フラトンカレッジ及び、アトランタのディケーター第一バプティスト教会で指導を行ったこともある。他、ありがとうございます。